すみませんけど、シャッター押してもらえませんか。あ、いいですよ、はい、行きます。はい、チーズ。おはようございます。本日は1ヶ月くらい前に行った坊の礼と高水三山のうちの2山を登ろうかなと思って車を走らせてきたのですが、何か事故か故障車なのか車が全然渋滞で動かないので、ちょっと予定を変更するかもしれません。できれば坊の礼と高水二山行きたいんですけど、ちょっと怪しくなってきましたね。やべえ、もう9時半になってる。それではスタートしていきたいと思います。ちょっと急がないと。まずは最初のポイントの有馬ダム到着しました。はあ、気持ちいい。有馬ダム、登山口に着きました。それでは早速登っていきたいと思います。このゴルジュ帯革新部の手前の登山道、この辺りもとっても気持ちいい。この辺りから本格的にゴルジュ帯を歩いていく感じになります。結構滑りやすい箇所もあるんで気をつけて歩いていこうと思います。天狗の滝です。いや、なんかどっかのアトラクション歩いてるみたい。っていうかアトラクションが真似たのか。道が凍ってますね、気をつけないと。そしてここの辺りから来た道を振り返るのがいいんですよね。ここからの眺めが最高なんですよね。ほんとこの辺りは凍ってるんで今来る方は気をつけてください。林道に出てきました。こっから岩岳石まで結構きつめの登りなので頑張っていきたいと思います。岩岳石に到着しました。そのまま坊の礼山頂の方に目指していきたいと思います。ゴンジリ峠到着しました。坊の礼まであと 500m、 そして坊の礼969メートル山頂に到着しました。天気は今日はそんなによくありませんが気にしてません。坊の礼天候があまり良くない平日ということで山頂も人はほとんどいません。それではあまり時間もないのでこのままゴンジリ峠に下って黒山目指したいと思います。ゴンジリ峠に戻ってきました。黒山方面、小沢峠方面進んで岩岳石山目指していきたいと思います。この辺りはとても歩くのも気持ちよくて歩いてて楽しい道ですね。そしてここが黒山ですね。黒山山頂到着しました。黒山、それではこちらの岩岳石山総岳山方面歩いていきたいと思います。ここが逆川の丸850メートル岩岳石山まで 2.6 キロメートル結構ありますね。頑張りましょう。なんかここ木道になってるんですけど枯葉が積もってて木道の切れ目がどこか分かんなくて怖いですね。結構危ないな、木道が分かんない。標高はそんなに高くないですが尾根道をずっと歩けるので晴れてればここは景色がいいんじゃないですか。もうなんかそこが展望所チックになってんな。ちょっと見てみよう。よいしょ。おー、晴れてたらこれ絶対景色いいわ。
何が見えてんですかね。あの辺何なんだ。なんか表記が消えちゃってますけど、725メートル。なんて読むんですかね。GPS 見ると腰越山、腰越山ですかね。725メートル。名坂峠に降りてきました。岩竹石山までは100メートル、もうすぐですね。河合駅とか書いてあるとなんか奥多摩にやってきたなって感じがしますね。岩竹石山793メートル到着しました。シャッターしてもらいますか。いいですよ。はい。いい。はいはい。行きます。はい。チーズ。はい、ありがとうございます。いいですか。他、はい、大丈夫ですか。好きなんだ。ありがとうございます。いただきます。もしこれ良かったら皆さんでこれ雨一つずつ。どうも。はい。ありがとうございます。いえいえ。ボーノーレどうなんですか。あの平らんじゃないですかね。上が平らになってる。あ、その高いやつ。ありがとうございました。あ、どうも。どうも。いやいやいや。それでは休憩もしたので高水山の方に行ってみたいと思います。高水山759メートル到着です。それではあれ雨降ってきた？ちょっと雨降ってきちゃいましたね。それではここからぐるっと奈良貫山方面から帰りたいと思います。そして常福院に到着しました。常福院の階段を下ってきました。成木バス停方向に向かって歩いていきます。おお、なんか急に開けてきた。いいですね。登山道に倒木があるんですけど、ちょうど電線が通ってるところで倒木が電線に引っかかって電線が下に引っ張られてるんですけど、大丈夫なんですかね。なんかすげー雨降ってきた。しばらくアスファルトを歩くようです。小沢トンネル手前で右にそれます。ここからまた登山道へと入っていきます。小沢峠に到着しました。さっきの小沢トンネルを上の山を通って越えただけのことだったようですね。またアスファルト歩き、墓地の脇を上がってきました。ロンチ山行きたいと思います。なんか道間違えて変なところから登山道入ったので、ロンチ山に登るのは参考にしない方がいいと思います。なんか道が荒れてるし登山道が分かりづらいので、この辺はちょっと気をつけないと道迷いしますね。ロンチ山320メートル到着しました。ロンチ山険しいな。登山道も不明確だし勾配も結構ある。それじゃあ次行きます。道標とかピンクテープとかもあまりなく、気をつけないと本当に道に迷うので注意が必要です。奈良貫山553メートル到着しました。ちょっと今日は出発が遅かったんで滝の入り山の方に行くのは時間がないので、こちら鍾乳洞の方の道にショートカットしました。結構深そう。鍾乳洞のこの岩伝いをここは歩くんですね。迫力ありますね。これ一般道に出てきました。あー、ここに出んだ。あそこにあの絵があるところで、この交差点の脇から出てきました。へえ、今の時点でもう5時近いんで山登りのお手本にはなれないですね。
年始のメッセージ外すの忘れた。お疲れ様でした。